では、主家党昭和5年に1月27日は、日本の海軍軍人、家族。最終階級は、海軍大将。栄点は、正2位、訓一等、高二級、男爵。道の区国の会津若松城下に、会津藩士である、では佐太郎重信を父として誕生。陽名は吉、不さ地母親戦争では、白古隊に属して戦った。戦後、父が、 アイ松平家ヘイケ御用係として上京したのに伴われ、秋月定次郎らから教育を受けている。明治十一年八月十六日、海軍兵学寮を卒業。同期に、ミス・ソータロー大将。防護巡洋艦な庭の海港員として、英国出張を命ぜられ、航海長として帰国。防護巡洋艦高千穂の分隊長、巡洋艦高尾の副長、砲艦赤城の艦長など、 現場経験を重ねるとともに、海軍省、第一局第一課長、大臣官房人次課長といった軍政関係に配置された。日清戦争を西海艦隊参謀長として迎え、明治27年12月27日、大佐に昇進すると同時に連合艦隊参謀長へ移動。連合艦隊司令長官である伊藤助行中将の補佐に当たる。 日清戦争後は再び軍務局第一課長、軍務局軍事課長を務める。明治31年、山本権兵衛が海軍大臣に就任するとその時間に臨まれた。ではは、斉藤実を推薦し、自らは、総合巡洋艦上磐の開港委員長となった。明治33年5月20日、少将へ昇進と同時に常備艦隊司令官に補えされ、 続いて軍務局長県軍令部次長という、軍政軍令の要職を兼任する、稀な経験をしている。日露戦争外戦式当日の海軍首脳左4人目から、順に、伊住院五郎、上村彦之城、東郷平八郎、山本権兵衛、伊藤助行片岡七郎、出橋義藤、斉藤実、山下玄太郎、中列左から6人目、加藤友三郎日露戦争に、 第3戦隊司令官として参戦。巡洋艦4隻を率いて、日本海海戦まで第1戦隊と共に第1艦隊に属して戦い、その後からフト作戦のために編成された第4艦隊の司令長官を務めた。日露戦争後、第2艦隊及び、佐世保ュフの各司令長官、教育本部長を務め、 第一艦隊司令長官在任中の明治45年7月9日大将へ昇進した。それまで、アリス側の宮武人新納以外の13人の海軍大将はすべて旧薩摩藩出身者であり、加えて俗軍と言われた会津藩出身であったことから、当時の新聞報道でも大きく扱われた。その後軍事参議官在任中に、シーメンス事件サモン委員長を務めている。妻は、 会津藩士であった、大沼信成の娘。妻の妹は、鈴木貫太郎夫人とよ。妻の弟が、大沼隆太郎である。長男の茂雄は、海軍兵学校出身の海軍軍人で、海軍隊員で死去。次男の体育には、加藤貞吉の養子師、四男茂雄氏は、貴族院議員となった。茂雄の娘は、寺垣伊相、よくら森之助の養女となる。 では、しげとうと、小林製造、ありがとうございます。